はい、こんにちは、トライットです。今日はちょっとね、面白い内容のチャンスのつかみ方という話をしていきたいなと思います。チャンスと聞いて皆さんはね、本当にそのチャンスをものにしてるかなっていうのもあるかと思いますが、トライットはスポーツをやっているので、スポーツで話をすると、明確なね、明確な目標があって、でその目標を達成することで、ある意味ね、チャンスをつかむとか、っていうような言い方を多分していくと思うんだよね。こういうチャンスをつかむことになりました、何かにチャレンジするチャンスをつかむことになりましたとか、そうな結果があって、その、目標とあるものを達成した結果、その次の挑戦権を得るとか、次のチャンスを、王座になるチャンスをつかむことができるとか、なんかそういうような言い回しでね、チャンスっていうのを表現していますが、普通のね、私生活においてのチャンスってまた全然違うよね。そうだよね。そういうなんか明確なものとかっていうのはないから、中にはね、計画性を持って、こういう風になるから、ここでこういうチャンスが来た時に、チャンスをものにしないといけないとかっていうのはあるかもしれません。ただ、何気ない生活の中でチャンスっていうものはやっぱりないわけなので、どこでね、チャンスっていうものを気づくのかなっていうね、ところで話をしていきたいなと思います。でやっぱりね、CEO と、COO 2人でね、話をして、どういうテーマにしようかっていう話をしている中でね、このチャンスっていうのを、じゃあ話をしようかっていうところで、やっぱ出たのが、チャンスって感じるときっていつよって。で、やっぱり、過去を振り返ってみないと、チャンスじゃ、あれがチャンスだったっていうのが、わかんないわけじゃん。だから要するに分岐点が、今の自分のね、ところで大きく影響していて、それがチャンスだった。そこでチャンスをつかめたから、今の自分がとか、やっぱそういうような、やっぱ話になってくると。だからもう要するに結果論でしかチャンスっていうのを表現できないんだよね、普通のね、場合は。もうその時のリアルタイムでは気がつかないものだよね。そう。これがチャンスだ、よし、つかんでやれっていうものじゃ、ないからね。ないよね。さっきの本当にスポーツの例で言えば、ある種の切符みたいなものだよね。それを握りしめて次の大会に行くとか、次のチームに行くとかさ、それとはまた違うじゃん、これって、仕事のチャンスとかね、人付き合いのチャンスだったりするわけ で、よし、到来したぞ、今すぐ掴んでやれっていう風にやったことはないよね。そのチャンスの幅というかね、そういう時期みたいなのが長期化する場合もあるから、それは今チャンスだから、掴んでる最中で離さないようにしなきゃいけないとかっていうのは感じるかもしれない、ね。おぼろげながらこうね、あ、これは手出してみたらそれがチャンスだったみたいなさ。そうだね。ってことだからね。今乗ってるぞこれにっていう、そう。まあ体感はあると思うけども、でもそれはあくまで。チャンスを掴んでるから、そうですね。そう思えるんだよね。そうです。その時期をさ、掴んでるから。掴んでるからね。アメリカのことわざでこういうのがあって、チャンスの神様っていうのがいると。で、チャンスの神様は前から走ってくると。当たり前のようにね、自分に向かってチャンスの神様って走ってきますと。でもその神様って前髪しか生えてないの。だから、ああ、チャンスの神様だと思って、前髪しか生えてないから、あ、これチャンスかもしれないって思って、横に並んでる時とか、もう通過しようと思った時に、あ、チャンスだったかもしれないと思って手伸ばしても、髪の毛を掴むことができないと。だからそのまんま走り去っていってしまう。つるんってこう、坊主だから、ね、つるんってなっちゃって、チャンスを逃してしまうと。だから前から来るものだから、前髪しかないから、もう来た時にはもう掴んでなきゃいけないわけよ。これは面白いよね、この例えは本当面白い。だから横に並んだ時ももう遅いよね。そう、もう遅い ね、実際にはもう遅い、もう感じた時にはもう遅いんだよね。だから、だからリーチだよね。腕を伸ばし切ったところでさ、掴むと。で腕を曲げて掴むっていうのももう遅いかもしれないもんね、言ってみれば。この例にのっとればね、そうだから、チャンスの神様っていつ来るか分かんないから、とにかく前髪、チャンスだと思うときには掴まなきゃいけないと。ただチャンスだと思うときに掴むっていうのはもう遅いから、じゃあどうしなきゃいけないのっていう話になるよね。
じゃあまあこれ簡単に言えば、うん、ヘッドハンティングされてる人とかっていうような話をすると一番わかりやすいかもしれないけど、はい、やっぱりチャンスをつかもうとしてる人っていうのは、うん、まあ、自分からなんかこうね、いやらしいこう考えとかを持ってる人じゃない限りは、うん、やっぱり頑張ってるなとか、うん、いろいろ思われるわけで、うん、その人の行動一つ一つがやっぱり周りが評価することによって、じゃあその人になんかこういう新しい仕事を与えようとか、うん、頑張ってるからこうしようとか、うん、じゃあ自分の会社にこういう人欲しいなって思うからじゃあね、はい、キャリアアップで引っ張ろうかとか、そういうことになるわけで、うん、そうだからそれは闇雲に頑張ってるから、うん、もう掴んでるわけよね。チャンスがこう走ってくる前から頑張ってるから、やっぱチャンスも勝手にね、うん、チャンスを前髪を、うん、こう神様の前髪を掴んでしまうというようなことがあるわけで。うん、そうだよね。だからこの例は分かりやすいよね、うん。さらに選択する自由まで生まれてくるんじゃないかな、ね。そうだね。ヘッドハンティング。うん、そうだね、うん。いくつか同時にっていうのがあるかもしれない。そうそうそう。だからやっぱりその評価するのは周りだから、うん、自分で自分を評価する人ってやっぱりダメなんだよね、うん、うん、すげえやってるとかってよく言う人周りにいるかもしれないけど、やっぱそれはダメで、実際そういう仕事ができているかどうかって判断するのは周りの人になるから、うん、やっぱその周りの人が評価することによってチャンスっていうものは生まれてくるわけで、でもそのね、やってる本人はそのヘッドハンティングされるとか周りがこういう風に評価してるっていうのは全然知らないわけだから、うんうん、もうやっぱり頑張って闇雲に手を出していかないといけないわけじゃない、うん、だからチャンスの神様じゃない、ね、うん、ものを掴んでる可能性もあるわけだし、うんうん、そうだから打算的に行動してるとこういう結果には行きづらいよね、うんうん、こういう結果を招きづらい、うんうん、やっぱりがむしゃらに行くのが大事だよね。そうだね、うん、だからやっぱりあのチャンスをつかみたいと思うんだったら常日頃、うん、やっぱり全力で、うん、あの仕事をするっていうことがいいことだし、やっぱりそのプラスアルファだよ ね、 そうですね、人と違うことな、色をつけるっていうような言い方をするけど、やっぱ人と違うことをしていかないと目に留まらないし、うん、だからそこが自分の強みになるわけだし、うん、でそれがチャンスとして、うん、こう前から走ってくるような、神様が走ってきてくれるようなことにつながっていくわけで、うん、まあ、あの一つ言えば、ね、居酒屋とかで仕事をしていて、あの、まあ、普通の店員さんじゃしないような心遣いみたいなものをさりげなくしたと、仮にね、まあ、それはどういうものかっていうのはあの説明はね、あのしづらい部分もあるかもしれないけど、うん、まあ、人と違うことをして心遣いをしたと、うん、例えばね、接客とかで、ね、でもその普通の居酒屋には絶対いないっていうことはまずないわけよ。大手企業のすごい社長さんとかが、うん、あの絶対に来ないっていうわけではないわけだから、そうだよな、あの、まあ、意外にも意外かもしれないけど、本当のお金持ちってお金使わないからね、うん、そうだね、そうだから、そういう庶民的なところにいるんだよね、うん、結構ね、うん、だからお金持ちになれるわけだから、うん、そうそうそう、ね、だからそういう人たちにそういう心遣いのもと知らないうちに接客をしてましたと、うん、彼いいなって思うわけじゃない、うん、で、まあ、ちょっと気になるからもう一回ぐらい行って確かめようかなと思って確かめて、うん、そうしたら名刺渡されたりとか、うん、っていうこともやっぱされるわけじゃない、うんうん、よほど気に入られたらそうだよね、うん、でそうしたら大手企業の社長さんだったとか、うん、ね、そう、目が丸くなるようなさ、あのとことがあったりするわけよ、だからそれはやっぱり日頃からそういうところに、なんていうんだろうな、いやらしい目をこうね、周りにかけていながらやるっていうわけじゃなくてね、うん、あの常に積極的に頑張って仕事をした結果が、うん、そういうね、道に結んでいったっていうのもあるだわけだし、そうですよね、まあ、私しようも、まあ、音楽業界とかで仕事をしてた時もやっぱりそう、うん、あの、まあ、バイト始めてすぐがむしゃらに頑張って、うん、でバイトから2回目ぐらいの時に、うん、まあ、チーフ閣、バイトのトップの方に駆け上がって、うん、でそのチーフ閣で仕事をしてて、他社の社長さんがものすごい気に入ってくれて、うん、で某有名アーティストのマネージャーやんないかっていう話が来て、でそのマネージャーをやったと、でも、うん、それはヘッドハンティングなわけよ、要するに、うん、そうだね、うん、でしかも面白いのが、その企業の他の企業の社長がわざわざ違う会社の私を推薦してそこに入れたわけよ、うん、なんで自社の
人を推薦しないんだっていうようなところよね、うん、そうですよ、大事なところはそこなんですよね、うん、やっぱりそこに何を感じるかじゃない？そうだよね、いくら自社であっても、うん、人と人の心のかけ離れてる、そのあれをもう表してるよね、うん、やっぱり小さな気遣いがそれができるとか、うん、ね、そこで気に入られるとか、そうそうそう、うん、あと、うん、オーラが溢れてるとかさ、うん、エネルギッシュにね、うん、毎日がむしゃらにやってるって、これに変わるあれってないよね、なかなかないね、評価ってなかなかないね、うんうん、やっぱりそういうのもね、踏まえて、いろいろと頑張って、常日頃ね、頑張っていかなきゃいけないし、まあ、当時の自分からすると、もう普通にね、がむしゃらにやって、うん、アグレッシブにこう動いてやってた結果がそうなっただけであって、うん、自覚してないでしょ、だって、そう、自覚してない、ね、うん、やったー、チャンスだ、うん、よしなんてさ、そう、だって、まずその人がそういう事務所とつながってるなんて、一切知らないわけだから、うん、そういうもんだもんね、大体ね。そうそうそう、あれなんて社長さんが現場に来てなんかやってんだろうみたいなさ、そんなレベルよね、後々気づくっていうさそうそうそう、そんな感じだからさ、いい経験だよ、でもそれ、そうだからね、いろんな思いがあったのかもしれない、あとやっぱり新しい風を持っていきたかったのもあるかもしれないよね、うん、まあそうね、そういうのもあるしね、あとはやっぱり指名を受けるわけじゃない、実際にはその入ってる会社のところにアルバイトの依頼をして何人も引き受けて、うんうん、でまあチーフ格の人も入れてくださいねっていう形で来るけど、うんうん、一切イベント業界と音楽系のライブとかでも、うん、もうそのチーフポジションだけ足んないからくれっていうので指名されていくこともあるわけよ、うん、もうあいつが来てほしいから指名して、うん、そうそうそう来てくれっていうので行ったことも何回もあるし、やっぱだからそこまでなるとそれはね、あくまで自分は別に大したことやってないけど、周りが評価をして、やっぱり自社じゃまかないない部分だから、行って、で、協力してやるっていうさ、まあそういうことにつながってくるからね。そう、だから評価のすごくいい例ですよね。これね、だし、まあスポーツ界で言えばスカウトもそうだよね、うんうん、まさにそうですね、だから普通の練習試合だってスカウトは見てるときは見てるわけだから、うん、だからまあ変な話、全然うまくない選手もプロになってるわけよ、うんうん、それは要素はいっぱいあるよね、そうそう、ただ、うん、ただ下手くそなやつがプロになっている理由っていうのも同じなわけよね、うんうんうん、たまたまスカウトがいた時にやってる行動が周りと違ったりとか、うん、やっぱその試合だけすごい輝いてたとか、うんうん、だからもうどこにチャンスが転がってるかなんて分かんないから、不思議なものだよね、やっぱ心に響くっていうのかな、そうそうそう、うん、ね、だから人の目に留まるじゃないけどさ、うん、そう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 、やっぱそこなんだよね、だから、うん、やっぱチャンスをつかめる人っていうのは常日頃からやっぱり頑張ってる人っていうとこだよね、だから技術云々とかそういったレベルじゃないんだよね、うん、そうだね、うん、まあまあ上手いやつは上手いやつでプロになるし、もちろんね、うん、でもそういう本当に上手くてもプロになれないやつだっているわけだから、ああそうですよね、逆に言うと、うん、なんかやっぱそこがね、そこがやっぱりチャンスをつかめるかつかめないか、なんかそれが常日頃大事な試合だけで活躍するとかじゃなくて、う、ね、もう毎回の試合で活躍するっていうのが前提だよ ね、 大事ですね、うん、だからこれもほらさっきねこのテーマについて打ち合わせしてた時もさ、この逆パターンもあるわけじゃん、うん、評価を狙って動く、うん、それに合わせて動く人いるじゃないですか、うんうん、ね、人にだからこの人には評価してもらいたいからこの人がいる目の前ではやるとかさ、うん、あとは使い分けだよね、うん、今言ったように使い分ける、うん、どうでもいい試合は、まあ、どうでもいい動きをして、うん、でも大事なところではだから大事な動きをしなきゃいけない、うん、だこれどうかと、これ言っちゃこっち言っちゃまずいよねなんてさっきね、うん、話してたもんね、うん、そうだからやっぱりまあ、そこはね、でもやっぱ見る人が見ると分かっちゃうからね、分かっちゃって、分かっちゃうんだよね、不思議なんだよね、うんうん、本人はだから要領よく器用にやってるんだろうっていう自覚はあるんだろうけど、そうそうそう、バレバレなんですよ、うん、かなり、そうだから見る人が見ると分かるっていうところっていうのはやっぱり大きいよね、うん、でもまあ評価する人っていうのはやっぱりそれ見て分かる人がほとんどだから、うんうん、一般の通常の上司ぐらいのレベルだったら分かんない可能性が高い。分かんないしないね、うん。でも、やっぱり人事とか、そういうとこ引っ張られるような人たちとか、うん、本当に課長部長級に引っ張られるような人たちは、ね、やっぱりその一つ一つの行動を見ただけで評価ができると、うん、いうことがあるから、やっぱりそこは、
やっぱりね、常日頃から頑張っていかないといけないかなっていうのはあります。なチャンスをつかむっていうのも、やっぱり なんだかんだ全てにおいてね、一生懸命努力をしながらやるってことは大事だよねっていうね。そうだよね。だからがむしゃらに本当にやる、その姿勢だよね、がむしゃらにやってるんだっていうのはもうこれも後で気がつくものでさ、うん、そうだ ねこの姿勢は本当に大事、だからもう後悔する前に全力でや、全力でやって後悔するんだったらいいけど、はい、全力でやんなくてなんであの時っていう風になるのは一番ね、やっぱり容量は悪いと思うので、で、ああ、あれ、あの時チャンスだったんだってね、後で気がつくんですよ、結果論だから。そう、だから結果論にならないようにしましょうっていうのが、まあ、今回のね、最大の、まあ、伝えたいことかなっていうので、まあ、話をね、させてもらいました。まあ、少しね、はい、難しい話かもしれませんが、まあ、常日頃ね、努力をしてやってみると。いうのがね、いいかなと思います、その努力の仕方っていうのは、まあ、いろいろあるから、全てにおいて全力で やりましょうって言ってますが、まあ、それを効率化図ることだってやっぱりいいことだし、やっぱその自分に合った、ね、スタイルでやるっていうようなこともね含めて、やっぱり全てにおいてね、最善の策をね練っていきながら行動するというのがやっぱりいいかなと思います。ね、がむしゃらって言っても、まあ人それぞれ本当にね、一日中本当にがむしゃらにやる人もいればさ、ね、3、4時間がむしゃらにやっても、同じじゃない。そうね、やっぱ見てる人が見てると、やっぱ伝わるものって同じだからさ、そういうことじゃないかなと思いますね。まあ、今回は一応ね、チャンスのつかみ方というのでね、こういう話題を出しましたが、まあ、就職でもね、同じようなことが言えると思いますので、まあ、少しね、トライットの方でも、まあ、そういう就職系の話もね、今後していきたいなと思っておりますので、まあ、少し参考にしてもらえたらいいかなと思います。はい。はい、では、今日も一日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。